あの人が言わなければよかったんです。言ったことによって、今配信中なのでこの電話では電話出れません。まあ、こんな感じだったら明日も電話で喋んないですね。ちょっと喋れませんね。明日の番組もじゃありません。大関君の方も。まあ俺文句言うよ、別にいいんじゃないの。その耳があれば三倍返しやですよね。言われればもう返しますから。だから上野さん、こうくんも文句言ったら今言い返すかと思ってんね。おめえが悪いことだからな、これは。うん、お前から始まって今回の問題になってんだからね。俺らから攻撃しないし、あんたがそういうのまるまるさんのことを言って、そっから始まったことって、お前が仕掛けたことを言い続けんだよ。それはしかも3ヶ月前の話、5月の話じゃねえかね。まあ、あの時に話が終わってレストランで、レストランでね、その時に石山君とも、石山君もいた、太郎君もいた。話が終わって最後のキャバクラ行って、お前らおごってもらって飲んでんじゃねえかよ。